あたり、はい、素晴らしい。安田翔吾調教師です。おはようございます。おはようございます。この、親の七光も、約、昨年から始めて1年ということになりまして、1年経過しましたね。1年経過。約ですけどね、はい。正確にはちょっとあれなんですけど、約1年。最初どうなるかなと思ったんですけど。そうなんですよ。なんだかんだやっぱ。ええー、そうなんですよ。なんだかんだ、ブチ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 、はい、語っていただいてるうちに1年が経ったということで。すごいですね。で、1年が経っ、まあ、約1年ということで、キリがいいのでやめましょうという話になりまして、今回がとりあえず、最後ということになりましたんで、よろしくお願いします。そうですね。やっぱもう、普通の男の子に。戻りたくなりました。あまり事情知らないですけどね、自分ね。まあ、いいか、みたいな。1年経ったし、1年ぐらい行ったから、いいか、みたいなね。うん。いいかっていう。うまく何かを伝えられてんのかも、ちょっと不安でもありましたし。うん、そもそも、はい、親の七光って、失礼ちゃうかと思って。自分で言うたよね。僕言ったよね。そうやねん。自分やないですか、それ。1年前から覚えてなくて、うん。まあでもそれだけ1年前と比べたら成長したということかもしれないですね。そこに、自分で言いながら、そこの部分に引っかかったということは。そうですね。成長は著しいですね。成長したんですね。しましたね。これから本格化ということでね。喋って伝えるっていうのはあんまり上手じゃないなっていうのが、まあ動画自分で見返しても。そうですか。そうですか。結構、あんまりうまく伝えられてないんだろうなと思って。そうですかね。伝えられてないですかね。いやいや、伝えられてたんじゃないですか。伝えられてましたよね。うん、いや、どっちなんですか、それ。伝えろ、いや、適任やったと思いますよ。いや、適任だとは思うんですけど。うんうん、いやいや、ほんまに。ちょっと、旧社の方の、磯貝さんもちょっと加速してしまって、はい、やっぱ、両立っていうのが、はい、ちょっとずつ難しくなってきたので、はい、旧社の方をおろそかにしようと、するわけにはいかないので。そうですね。もう去年は勢いで始めてますからね、これね。勢いだけですね。はい、いや、でも、こちらとしてはありがたかったんですけどね。こういうのを、まあ、はっきり言ってないのでね。はい。うん。これは許されるでしょう、東スポならね。他のスポーツ紙多分許されないんですよね、こういうの。いや、もう、これだけね、出させていただいて、東スポ餃子いただいたりは全然ないですから、ね。いやいや、あなた一回もらってましたよ、東スポ餃子。間違いなくもらってましたよ。あれ買ったんですよ。え？そんな嘘言うたらダメですよ、あなた大人やのに。もらってたやないですか、もうマジ。トースト餃子もらって、動画は会員にならさない。いや、ならさない。まあ、これもちょっと話、もう振り返ればもう長くなるんでね、これ。っていうぐらい。でも餃子はあなたもらってましたからね、あそこで。ね、玄関で。もうないんですよ。いや、そらそうでしょ。そら食べたらない。いや、食べたらないでしょ、そら、餃子。いや、ちょっと、もう絶対。あれ、一般の方には発売されてるんですか？発売してますよ。あれはもう皆さんぜひ買ってみてください。もう、なんか、普通の美味しい餃子です。何これ。他にないかって言われたらそんなことないし、まあまあでも、もらったら嬉しいなっていう。なあ、くれ言うてますね、これ。だから、なんか、あんにくれ言うてるね、これ。トースポチップスもね、なんか評判いいらしくて。そんなんもらったことないですよ。トースポチップス。美味しいらしいですよ。なんか、コンビニとかで売ってるらしいですけど、ね。なんか結構、なんか、在庫切れ起こしてるとかっていう。コンビニでご自由にお持ち帰りください。いや、金は払わなあかんすよ。それ泥棒やないですか、それ。それ。いや、でも、
餃子お願いします。餃子お願いします。よろしくお願いします。できればトースポチップスもお願いしますということで、はい、ね、ぐだぐだ喋ってたら十分時間が来たということで、ね、ありがたかったですね。まあ本当に、まあ最後に、はい、今週の出走で言えばと、先週の展望、はい、ちょっとだけしていいですか。あ、いいですよ。皐月賞。買ったの、そう。ソウルオリエンス。ソウルオリエンス。買ったじゃないですか。2着。まあ、タスティエラ。タスティエラ。ソウルオリエンス。はい、前走。はい。形成杯買ったとき。はい、はい。2着。はい。うちのオメガリッチマンなんですよ。そうですね。で、2着のタスティエラ。はい。シンバ買ったとき。2着、うちのラベーヌデリスなんですよ。おお、そうですよ。どこ使っとんうちは。もっと相手、よく調べて使え。今後の課題ですね。はい。今後の課題ですね。皐月賞を見てそれを思いました。そうですね。そこらあたり、はい、まあそこらあたりと競馬して、はい、それなりの着には来てるということですからね。そうね。そうですね。使い方違ったらちょっと違ってたかもしれないですね、これね。そうですね。ちょっとそこは反省して、反省する。今後ちょっと、はい。使い方、レースの選択というか、はい。ちょっと、頑張っててくださいということで。はい、で、今週が、まあ、フローラステークスの、はい。イングランドアイス。はい。が、はい。まあ、おてんばで、その命の危険を感じさせるぐらいの子なんですけど、普段、そうですか、普段はもうすごい可愛いんですよ。うん。借りてきた猫みたいな。普段は。普段は。でも命の危険。乗ったらやっぱり、何人か病院に。ああ。とか、あって。はいはい。まあ、僕はまだ無事なんですけど。でも、まあ、ちょっとずつ大人になってて。はい。多少不器用さもあるんですけど。はい。枠ても、日曜の競馬って出てるんですか？まだ、いや、もう出てますか。うん、あんまり外になりたくないなと思うんで、はいはい、14番でした。ああ、いいじゃないですか。外になりたくないんです。15頭だったんです。ああ、そうかそうか。まあ、すいません、ま、外から見ようと思ったら、2個目に名前出てきました。ああ、そうですか。枠順的には、じゃあちょっと歓迎ではないということですか。だからそこでリクエストとかできるんですかね。枠順ですか、はい、いや、もう無理でしょう。無理です。それは、もうちょっと口にしてほしいとか。それ聞き出したら大変なことになりますよ、それ。まあ、じゃあ枠順はどうかっていうのは正直な気持ちということですね。枠順は嫌です。うん、はっきりと、そういう、はい、その東京2000やからですか、それって。いや、もともとちょっとね、右に。あ、そっちに行く前。抑え込んだ時に右にバランス崩れるので、うん、まあ、外に壁欲しいなと思ったんですよ。なるほどね。まあ、じゃあもうあとは乗り役に任せるしか。もう、ええ、知らん。すごい長距離ですね。でもね、皆さん、こんな長距離安田翔吾なんですけれどもね。本当に1年間お付き合いいただいて。ありがとうございました。ありがとうございました。今みたいなところは、偽りの姿なんでね。知らんとかいうのは偽りの姿なんで。はい、この後、ね、JRA に交渉して、もうちょっとうち入れ直してくれないですかっていうのを。無理やん、これ。無理っす。無理ですよ、これ。これ聞いたらおかしいしね。まあでもね、本当に、1年やってですけど、1年間ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、またちょっと機会があれば、そうですね、気が向けば、ゴールデンウィークスペシャルとか、はい。はい。ね、サマースペシャルとか、そうですね。梅雨スペシャルとか。はい。時間があるんで、ネタもありますんで、そうですね、いかがですかという一言をいただければ、はい、パセ参じますんで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。